5年前になりますが2009年両親霧島の森松原美沙の没後25年を迎えまして菩提寺で追善コンサートをさせていただきましたがその折大変ためらいもございましたが母の名松原美沙を継がせていただく決心をいたしましたまあ、この襲名には2つの思いがございまして1つは母の名前を残していきたい これは、えーまあ、昭和13年「愛前桂ら」の主題歌「旅の夜風」また昭和15年「誰か故郷を思わざる」など、えー、戦前戦中戦後にわたって両親はたくさんの昭和歌謡を歌わせていただきましてそして昭和59年二人相次いで亡くなりました。そのえー 4ヶ月前まで父は元気で歌っておりましたので皆様のご記憶に残っているかと思うんですが母は昭和23年37歳という若さで引退をいたしましたですから今母の名前をご存知の方が本当に少なくなっておりますので私が継いで名前を残していきたいということ。もう一つは 母の歌い残した人生をいいいいいでいきたいとということでございます今申し上げたように母は昭和23年まだ人気が本当にあの絶頂期に37歳という若さで子どものためということで引退をいたしましたそれから一度も歌うことなく亡くなったわけでございます。 母は大変決断力のある人だったもんですから潔く、えー、引退をして何の後悔もないものと思っておりましたが晩年私に「お前は絶対に歌をやめてはいけない」そう言い続けて亡くなりました。 母の歌の人生を私が二代目松原三雄として歌い継いでいくことが今できる母へ,の母への唯一の供養かなと思いまして終名を決意いたしました。ししまあの襲名からもう5年経ちまして今年は、えー、父の生誕100年そして両親の没後30年。 それを記念して、えー、コロンビアから2人の大選手 CD が発売されまして本当に両親も喜んでいることと思います。